観光と健康、この2つを掛け合わせて町の活性化に効果を生み出そうと市が取り組んでいるのが妙高型健康保養地の町づくりです。これは妙高に住む人、妙高を訪れた人、誰もが健康になれる町、妙高を目指す取り組みです。今年度に入り、妙高にある豊かな自然、豊富な温泉、安全安心な食などの観光資源を生かした健康づくり教室やツアーを試験的に企画し実施しました。健康づくり体験教室、これは8月22日から9月11日に行った長期にわたる健康づくり教室です。対象は市民の皆さん。教室には13人が参加しました。教室のメニューは2つ、気候療法と温泉療法。心と体の緊張を和らげ体調を良好にする方法として効果があるものです。特に温泉療法は温泉地妙高ならではのもの。気候療法と合わせて行うのは全国でも初の試みです。気候療法は気圧や気温の違う標高の違うところを歩きながら少しずつ体に負荷を与える運動で、全国各地で注目されています。妙高市には標高80メートルから1300メートルの間に6つの森林セラピーロードがあります。教室の皆さんは歩きながら血圧や心拍数の測定を行い、体に無理のないウォーキング法を体験しました。そして運動の後には筋肉の疲労をほぐすストレッチ、温泉療法を行います。今回は赤倉温泉の露天風呂、滝の湯の温泉プールを使い、お湯の中でゆったりと体をほぐし楽しみながら体をリラックスさせました。皆さん楽しそうですね。森林を歩いて温泉で休息、そして血圧や心拍数の測定、このプログラムを21日間繰り返した皆さんの体がどうなったかというと、平均でウエストがマイナス 3.98 センチ、ヒップがマイナス 4.46 センチ、中にはウエストが8センチも縮まった人もいました。また運動後の心拍数も以前よりも安定し、息切れしなくなったという人もいました。そして長い期間の体験だったこともあり、教室の終了後も交流が続いて市のイベントに誘い合って参加するという方もいました。この教室、健康づくりに加えて生きがいづくりにも効果があったようですね。現在専門機関で参加者のデータを集計し、科学的な根拠をもとに健康保養地としての効果を検証中です。さてここまでは市民の健康づくりが主な目的。冒頭でもお話ししましたが、市が目指す妙高型健康保養地は健康と観光を掛け合わせた取り組みを実施し、妙高を訪れた人も健康になれる町です。多くの温泉地、スキー場を抱える当市は観光都市でもあります。平成27年春には東京と金沢を結ぶ北陸新幹線が開業し、上越にも駅がオープンします。首都圏とのつながりが強まるこのチャンスを妙高に受け入れるには、観光の魅力を高める必要があるのです。健康に観光を掛け合わせて生み出す効果、これは全国どこにも存在しない人を引きつける魅力を生み出すことにあります。市と県立看護大学、そして新幹線まちづくり上越推進広域連携会議が企画したのが妙高メディカルグリーンツアー、短期間の健康づくり旅行です。この映像は9月に実施した2回目のツアーの様子です。
こちらは愛知県北名古屋市の皆さん。皆さんは9月28日に赤倉温泉に到着し、温泉ソムリエ家元の東間和弘さんから温泉の入浴法などを学び、温泉を堪能しました。この日はツアー2日目、笹ヶ峰で運動を行う日です。一行は運動前に血圧測定やストレスの度合いを測るストレスチェックを行いました。前日の温泉の効果でしょうか。和やかな雰囲気で測定を終え、いよいよ運動です。こちらはノルディックウォーキング。指導は市内でノルディックウォーキングの普及に努めている内田洋介さんです。説明後、試しに歩いてみますが、1、2、1、2と頭で考えながら歩く。ノルディックウォーキングは頭の体操にもなるそうです。皆さんだんだん様になってきましたね。ノルディックウォーキングはポールを使うことで足腰の負担を少なくしながら大きな歩幅で歩くことができます。そのため普通に歩くよりも運動量が高まるそうです。皆さん、瞑想中、目を閉じて川のせせらぎを静かに聞いています。こちらは森林セラピーコースの皆さん。案内しているのは森林セラピストで NPO 法人妙高自然アカデミー理事長の式根俊一さんです。目で、耳で、鼻で、体全体を使って自然を感じることで心身ともにリラックスできる森林セラピー。道端の草花を観察したり、じっと黙って歩道を歩き、鳥の鳴き声や小川のせせらぎ、風の音を感じたり、時には大地に寝そべって空を眺め、大地の温かさを感じたり、ヨーガを使って体をほぐしたり、ゆったりと時間が過ぎていきます。上っていうでもないけど、外でヨガを教えていただいて、寝て中に気持ちよかった、ね、もう本当に眠っちゃったみたいで、起こされた時はもうびっくりでした。景色などはいかがでした？景色も良かったよね。お水も綺麗だったし ね、せせらぎのお水も綺麗だったし、お水がすごく柔らかくて美味しかったです。うん、あ、宇田南の清水。あ、そうです、そうです。それで、はい、からしな、あれも食べて、なんかね、そう、美味しかった。キノコも食べたし。あ、そうですか。うん、歩くのに、軽く歩けました。あ、軽く。はい、こう、杖つくことによって、なんですか。うん。何しろ楽しかったです。はい、ありがとう。笹ヶ峰の自然からたくさんの元気をもらったみたいですね。ツアー最終日、妙高の温泉、自然を楽しんでもらった皆さんに、もう一つ妙高の食を提案。今回は妙高と上越にある旬の食材を使って4つの料理に挑戦していただきました。講師は野菜ソムリエの梅田みどりさん。マコモタケ、バナナカボチャなど北名古屋市では見かけない食材がたくさん。日頃家庭の食事を作っている皆さんもちょっと戸惑っています。料理ができるまで、このツアーを企画した県立看護大学の杉田先生にお話を伺ってみましょう。少し汗ばむ程度 の運動だったんですが、皆さんやっぱり珍しい環境下で、私は喜んでいらっしゃるなというふうには感じました。企画としては温泉あり、こういう高原で の歩きがあり、上越野菜をふんだんに使った料理をやっていらっしゃいますけれども、精一杯のメニューを入れてやりましたのでね、
今の段階ではね、あの喜んでもらえてるなという感じはしていますが、まあ、これを将来にね生かせればとは思っていますけど。楽しみながらの健康づくり、この企画将来に向かって可能性が広がります。お話を伺っているうちに料理は完成、見事な料理が出来上がりました。3日間妙高で過ごした感想はいかがでしたか？周りはね、あの自然がいっぱい豊かなところで、私たち北名古屋市は平坦地でありまして、全く景色と環境が違うところに本当に来させていただいて感動しております。温泉に浸かってゆっくりと健康を回復するっていうのか、生き生きさせていただいて、お肌もちょっとは良くなったかななんて思うように、いいお湯もあるし、食べるのもいいし、あの地域の環境もいいし、緑と空気がとっても素晴らしい。都会にない感じがいっぱいありますので素晴らしい。で、皆さんのお人柄も優しく感じました。妙高市の皆さんもお元気で北名古屋市にお越しください。それなりのおもてなしもさせていただきたいと思います。よろしくね。よろしくね。先生もお願いします。妙高で元気を得てふるさとへ帰っていただく、そしてまた妙高を訪れてもらいたい。妙高の自然、温泉、食、さまざまな知識や技術を持った人、そしておもてなしの心、みんなの心と体を健康にできることを、地域の資源を生かし市民みんなで作り上げようとしています。市はこの取り組みが観光の魅力の一つとなり、住む人も訪れる人も誰もが健康になれる町、妙高を確かなものにしたいと考えています。妙高型健康保養地のまちづくりは今始まったばかりです。